キンプリ神宮寺勇太が高所恐怖症の高橋山の手握る神対応がテレビ初公開、すごく温かかった。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングアンドスの日本テレビ系冠番組、キングアンドスル、キンプル。 土曜午後1時半が13日に放送され通常枠での最終回を迎えた。最終回は過去66回の放送から選ぶ爆笑名場面と未公開シーン特集、キンプルデミー賞が企画された。最優秀メンバー重い賞は神宮寺優太25が受賞した。 キアヌ・リーブス選手権で後継ぎ姿勢を取る際、神宮寺は床に頭をぶつける危険を指摘。マット補助入らないと怖い、ねと自らマットを押さえメンバーの安全を確保した。今年の元日 SP では、東京から名古屋までヘリコプターで移動する際、高所恐怖症で怖がる高橋海人24をまめにフォロー。緊張してる大丈夫 などと声をかけて握る。と言って実際に高橋の右手をぎゅっと握りしめてあげる神対応を見せた。受賞を告げられた神宮寺は暖かくなりましたね、と語った。手を握るシーンは o ー、えー、されてなかったと言い,い、マジで1時間ぐらい手を握っていた、と告白。高橋もすごく暖かかった、と感謝した。 21年5月から特番が始まり、22年1月からレギュラー化。20日には番組初のゴールデン2時間スペシャル、土曜午後7時56分が放送される。キング・アンドスは昨年11月、今年5月22日をもってキシユータ、ヒラノシヨウ、ジングジユータが脱退し、順次ジャニーズ事務所から退除すると発表。 CD デビュー5周年記念日である同23日からは、長瀬角と高橋山の二人体制で活動する。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。